スターダムバウンドは、アメリカ合衆国生産の競争場、繁殖品場。主な価値倉に、2008年の、デルマーデビュータントステークス、オークリーフステークス、BC ジュベナイルフィリーズ、2009年の、ラスバージネスステークス、サンターニタオークス。2008年7月20日、デルマー競馬場でのメイドン競争でデビューして日着となると、2走目に未勝利のみながら、 G3 競争ソレントステークスに出走し2着に入る。依然未勝利ながら、デルマーデビュータントステークスに駒を進め、レースでは後続に4馬身4分の1差つけて、初勝利を G1 競争で飾ることとなった。続く、オークリーフステークスも2着に2馬身差をつけて、G1 競争に連勝として、ブリーダーズカップジュベナイルフィリーズに向かい、レースではここでも後方に控え、 最終コーナーで押し上げて、直線で先頭に立ち、後方から追い込んできた、ドリームエクスプレスの追撃を一馬進半差抑えて、ゴール。そのレースぶりから、当時4歳のゼニアッタになずらえて、ゼニアッタジュニアとの声もかかった。G1 競争3連勝で、エクリプス賞最優秀2歳牝馬に選出された。3歳を迎えた2009年2月、2009年、 1>, 1杯までレースに使って引退し、2010年に2冠はビッグブラウンと交配するプランが明らかになる。直後の2月7日のラスバージンネスステークスから始動し、レースでは出足がつかず、最高峰からとなってしまうが、最後の直線で束をまとめて交わして勝利し、G1 競争4連勝。レース後には、オーナーサイドから4月4日のサンターニタダービーで、大馬と対戦するプランも明かされたが、 最終的には3月7日。しかし、4月のアッシュランドステークスで、サンターニタオークスで3着に任していた、副平風愛から2羽審査の3着に敗れて、G1 競争6連勝はならなかった。レース後は、ケンタッキーオークスには向かわず休養に入り、11月のガゼルステークスで復帰も、テストステークスの勝ちマフラッシングの5着に終わり、 4歳となった2010年もエルエンシのステークス2着、ラカナダステークス7着と連敗を重ね、4月11日のアローワンス競争5着が最後のレースとなって引退した。以下の内容はイーカブイスの情報及び記載法に基づく。引退後はケンタッキー州歴シントンのブルーウォーターファームで繁殖品馬となる。 直後にビッグブラウンとの子を辞退した状態で購買され、当初は購買者が伏せられていたが、後に実際の購買者は吉田克美で個人的に購買したことが判明した。購買の結果に本へ輸出され、ノーザンファームで繋ぎをされている。ありがとうございます。